coming from Pixar, there was a, you know, big expectation from Japan side that, you know, we were gonna give them all the answers. But where we come from, even at Pixar, it's different, right? It's not the way we make a film. We collaborate. We try to get best ideas from anybody, regardless of what their role is. Yeah, it's totally true. We have insecurities as artists and directors, and we don't have all the answers. And I think Japan, who has a tradition of directors like Hayao Miyazaki, who storyboards and writes and animates and designs layouts, you know, we're kind of far from that. But that's kind of the gold standard in Japan. And I think us coming from a place like Pixar, the expectation might have been that we were a little bit that. But we were so far from that in a way. And we depend on our crews to collaborate with them and work with them on what should be the best for the scene. We're here to help guide that. But it's really, these films are a sum of so many people's best work. 二人ともはっきりとした最初からもう明確なビジョンを持ってるわけじゃなくて、こう2人もあの手探りでなんかこうやっぱいいイメージに近づけていこうとしているっていうのが見れて、あ、なんか同じ人間なんだなっていうのが分かったので、それはすごい良かったです。お二人があのなんですかアイデアを求めてきてくれるので、そこに関してはあのやっぱりこちらも答えなきゃいけないですし、あのアニメーターはアイデアを出してそのディレクターとディスカッションして、よりそのなんだろう、ディレクターも自身も想像できなかったもう一個上の段階を目指せるような環境をお二人がこう率先してこう意識して作ってくれたと思っているので、向こうがあの提案型に対して日本はやっぱ監督からの指示を受けたものを形にするというのが主流なんで、だからそのでもやって思ったのはやっぱこっちから提案した方が絶対現場は楽しくなるし、監督もあの楽しくよりいいものができると思うんですよね。特に僕が感心したのはあの光と色の演出の部分ですよ。まさにそのいわゆるエモーショナルチャートって言いましたっけ、その色と光でその物語が始まってから終わるまでのそのいわゆる観客の心情も含めて、まあ、コントロールするって言葉が悪いけど、要はその支配しようとするっていうのはほとんど日本の現場ではこれやられていないことなんで、まあ、そこに関してはもう本当舌を巻きましたよね。全ショットペイントオーバーをするっていうのは、まあ、言葉で言うのは簡単なんですけど、実際やるのってかなり大変なんで、それを監督自らやってたっていうのは、それを粘りというかあのいいものにしようっていう気持ちの強さはすごいなと思ったんで、でそれにやっぱり食らいついていったそのスタッフ の熱量は本当にやっぱり日本が誇れるものだなと思いますよね。多分これね、どの国の人でもね、これだけ初めてのことをこれだけの少人数、しかもまあ日本のアニメーションの中で予算が比較的ある方でしたけど、結果的にはそのマーザーさんもうちもかなりその政策的にも厳しい戦いの中で、その中でもやっぱり人も増やせない、その大きく広げられない中で何とかしてやるぜっていう、まあやっぱりその日本人ならではのその集中力とオールマイティさと勤勉さがある意味その向こうのノウハウとぶつかり合った時にやっぱりすごい映像が生まれてきたので、これは嬉しかったですよ。ああできるじゃん。ただそこに持っていくためにはやっぱりまだまだ日本の CG 業界に必要なものっていうのがあって、それを今回かなりノウハウとして特に若いねスタッフが蓄えられたことはすごく大きい